こんばんばは朝です、えー、と実はまあ私はあのこの未来創生学っていうのに今まではあまりあの絡んではいなかったんですが、えーえー、ここ半年ぐらいの間にですね村瀬さんに何回もいろいろ話を聞いて。 えー、完璧に洗脳されまして <laughs> それで今ここにこういうふうにしているということなんですがで、まあ、あの彼のおかげで,です、ね、こういう話立ち上げていろいろなあの、まあ、まずはもともと学内の研究所センター群の中で、えー、横のつながりをもっとたくさん持とうという話から始まったところに、えー、村瀬さんの話をちょうどこうかぶせてうまいこと話が進んだんですがで12の、えー、部局その中でうちの7センター 研究所センター7つのせんまあ過半数がな、えー、と研究所センターが、えー、と絡んでますであのそれぞれ本当に全然違うんですねまあ一番ある意味で例えば、えー、と数理解析学研究所というのは、まあ、非常に本当にもう数学数学しているところですが、えー、と純粋数学から、まあ、我々の基礎物理学研究所それから、まあ、あのずっといろいろ経済とか、えー、心の未来とか えと忘れたらいけませんね生態学、えーえー、原子炉、えー、ごめんなさいなんかどっか忘れてるかな <laughs> まああのえー、ともうその,その他いろいろさまざまなところが何しろあの集まっています。<laughs> であの、ま、ずこれだけ幅広いとですね、えーえー、とまずはお互いが言葉を分かり合う 言葉を要するにまあ言語がそれぞれ全部違うのでその言語を分かり合えるようにすることから始めようとまあ今思ってるんですがまあこれから4年半あの山際先生のおかげで時間とお金をいただきましたのでそれを大いに活用してですねまあ最初の23年でまずお互いが分かり合う分かり合ったところから新しいものが出てくるだろう。あ,その元々あ えと未踏科学ユニットというユニット、そのえー、と形、組織の中の一つとしての,この未来創生学、まあ、両方あの未,未,来未来創生とか未踏とか何しろあの非常にわけの分からんところに何しろ足を踏み入れるぞと、探検するぞと、そういうことでして、であのこれは未踏科学ユニットの全体をまとめている、えー、研究連携基盤というのがあるんですが、その基盤長が。 えー、私、彼の責任でということで言ってられたのは1、まあ、つ、2つ普通にそれなりに成果があるものがあればあとは全部失敗してもよろしいと <laughs> 失敗しても責任を持ちますとおっしゃってます、そのぐらいのつもりで何しろ新しいことに踏み込んでいく、まあ、これがもともと先ほどあの総長もおっしゃいましたがあの京都大学の伝統でもありますし。 そういうところに大いに勇気を持って踏み込んでいきたいとこう思っております。では皆様ぜひあの協力いただいてですね。でまずもちろんあのお互いにえっと単に京都大学の中だけでなくてここにいらっしゃるいろいろさまざまなえっと組織さまざまな分野からの方々も一緒に含めてですね何かこう新しいものをそれこそあのえっとまあ 京都とかいうつまらないことを言わずに日本、あるいはまあ日本世界の中でと言ってもいいのかもしれないですね、何か本当に新しいパラダイムを作っていけたらと、そういうことを願っておりますよろししくお願いいたします。